ネバネバ役ネバウィープロミスクロです。というわけで本日も始まりました、約束のネバーランド考察チャンネルのお時間でございます。10月7日月曜日ということで、毎週月曜日はおなじみのジャンプ会でございます。僕たちが待ちに待ったこの日でございます。今日はですね、なんと約束のネバーランドがですね、超重大発表、そしてクライマックス最終章記念表紙、そして関東カラー、かなり盛りだくさんな内容でございました。というわけで僕ですね、はい、こちら、はい、こちら朝ツイッターの方でもツイートしたんですけれども、ヤクネバがエモすぎてね、意味もなく3冊買わせていただきました。今回こちらのポスターもついておりますので、単行本派の方、単行本派の方はこの動画見ないかな、見てたとしたら今週号のねジャンプはついてきますので、欲しい方はぜひゲットしていただきたいなと思います。はい、というわけで今回のジャンプはね、ほんとね、毎回恒例なんですけど、やばかったですね、今回も。というわけで早速、約束のネバーランド見ていきたいと思うんですけれども、もう今回のね、お話はザジが可愛い。メインのお話はあったんですけども、とにかくザジが可愛い回でしたね。第153話、臆病。この、見開きページもね、これね、なんと表現したらいいんでしょうか。というわけで、前回はですね、王や貴族をですね、殲滅しまして、地獄絵図のようなね、状態の光景を目の当たりにしたエマ。そこから、スタートになりました。ノーマンと言って入ってきたエマに対してですね、エマ、レイ、よかった、二人とも無事戻ってこられたんだね。でも残念、一足遅かったね、ということで、ギーラン軍、オート軍、すべてがね、亡き姿になっておりました。ここでエマはですね、約束は結べた。みんなで人間の世界へ逃げられる。もう戦わなくていいんだよ。ね、今からでも絶滅なんてやめよう、というふうにね、ノーマンをこう説得するわけなんですけれども、ノーマンはもう遅いと。もう無理だよ、エマ。王政は崩壊した。何千年と続いた王政だ。もう奴らの統治は不可能。和平はありえない。ここまで壊してしまったら、もうどうにもできないというふうに、ノーマン言ってるわけですよね。そして、最後の一匹、イベルクは僕が殺したと。ノーマン自らもね、鬼を殺すことに手を染めてしまったと。僕たちは鬼社会、この世界、に亀裂を入れた。致命的な亀裂だ。あとはつつけばすぐにでも砕け散ると。あともうポンでもう壊滅できるぐらいまでね来てるってことですよね。もう後戻りはできないと。絶滅しかないんだよエマ、邪魔をしないでと。そしたらね、エマはね、いつも通りやだーっていう感じでですね、もうこのやだはね、もう前にもあったんですけどもね、それに対してハとラムダ組がね、ギャグ的な感じのね、ツッコミを入れるわけですよ。戦わなくていいのに、殺戮戦争する意味がわからんと。私自身絶滅は嫌だし、そんなんでノーマンを殺戮者にするのはもっといいやと。無理でも考えよう。どんなに難しくても諦めちゃダメだ。遅すぎることなんてない。ノーマンがね、エマって言ってるのにも対して聞くこともなく、エマの意見をね、こう言ってるわけですよね。これはね、いろんな意見はあるんですよね。こうやってやっぱノーマンのね、意見とかも無視というかね、もう聞かずにもエマは突っ走るみたいなね。まあエマっぽさはあるんですけどもね、強引感は否めない。決めたの。もうノーマンに自分を殺させない。ノーマンを一人行かせないって。これに対して何の話、僕はどこにも行かないって言ったよね、というふうに言うノーマン。ここですかさずエマが、ノーマンは嘘つきだからね、信用できないと。でーんとまたギャグ顔になるラムダ組。今回シリアスな部分というかではあるんですけども、ちょこちょこねこのギャグシーンみたいなのが入ってね、なんかねうまいこと中和されてるようなちょっと感覚というか、ツッコミどころもありつつっていう感じですよね。そう、何度も騙されません、バカにしないでと。一緒に育った家族なめんなと。全部お見通しだと。以前ですね、エマが、ノーマンはどうなの？辛くないの？っていう風に聞いた時に、ノーマンはあの時言い返さなかった。本当は辛いんでしょ。でも、頭がいいから確実な道を選んで、優しいからみんなの分まで背負ってるだけと。自分にまで嘘をつかないでっていう風に、エマに言われるわけですよね。何を隠してるの？何に怯えてるの？私には今のノーマン、怖くて震えてる小さな子供に見える。といった、ノーマンの描写の足元にですね、おそらく幼少期の頃のノーマンが、うずくなってる描写が描かれております。怖い。そしてここでノーマンの過去の描写になるわけでございます。ここの過去の描写はですね、ノーマンがラムダに送られたばかりの頃のおそらく描写になるんですけども、ラムダのね実験を受けてるところのシーンに変わりまして、確かにずっと怖かったよ。得体の知れない薬、実験、いつ訪れるとも知れない死、
たった一人。でも、あの希望があったから、手段なんて選んでいられなかった。止まってなんかいられなかった。あの希望というのはですね、もう一度、エマやレイや、みんなに会うんだ。といった、生きていれば、いつか必ず会うことができる。そう信じてノーマンは、やってきたわけですよね。ここの描写で、ラムダ、7214でですね、以前、ヴィンセントとルービックキューブで、やり取りをしていたと思うんですけども、おそらくそのラムダで、ヴィンセントと会うような描写も描かれております。さらには、得体の知れない薬、実験をされて、嘔吐してしまっているような描写。そしておそらく、農園を潰しに回っているような描写。量産農園のたくさんの子供たちがいたところの描写になりまして、そこの子供たちの命綱っていうのは、まあ、電源のコードみたいなもので繋がってるんですけども、そこの電源コードをですね、下ろすノーマン。この下ろすときはですね、右手で下ろしておりますね。僕は強い、大丈夫。お前は勝てる。戦える。あと少し。自分に言い聞かせてきたわけですよね、ノーマンは。そういったところで、今の描写に戻りまして、エマとレイがノーマンの元へ寄ってくるわけでございます。そして寄ってくるエマにですね、来ないでと。ここまで来たんだ。引き返すつもりはない。嫌だというエマ。今度は絶対行かせない。今まで自分に嘘をついてきたノーマン。ここでね、本音が出るわけですよね。ああ。僕は怖い。鬼が怖い。知らない世界が怖い。僕のミスゆえに、エマやレイやみんなが殺されるのが怖い。そうだ。僕は怖いから確実な道を選んで、怖いから全て一人で背負っている。ノーマンは自分に嘘をついて大丈夫と言い聞かせてここまでやってきた。けれども、ノーマンの心の中の声っていうのが、おそらくここで出たんじゃないかなと思います。そして今がですね、ノーマンは誰より強くて優しいけれど、同じくらい臆病で傲慢だと。そしてもう一人じゃないと。私たちを信じてと。辛いこと、苦しいこと、怖いこと、私たちにも分けて、背負わせてよ。私はノーマンの隣を歩きたいというエマ。家族で、兄弟で、ダチだろ、水くせえというレイ。二人はですね、たとえ未来がどんな結果であろうと、お前が苦しむ未来は、俺たちは望んでいないと。そして、なあ、お前は、どうしたい？どうしたいんだと聞かれるノーマン。でもここでノーマンには引っかかる部分があるわけですよね。もう遅いんだ。僕はもう戻れない場所にいる。エマたちの隣を歩くことなんてできないんだ。ノーマンの引っかかってる部分っていうのは、ノーマンがこれまでしてきたこと、ジョーカーに撒いた毒やムジカたちを殺そうとしていたこと、地下で鬼を使って実験をしていたこと、エマやレイたちが知らないことを今までしてきたっていうことがノーマンは引っかかってたわけで、でもそれに対してね、知ってるよという二人、そしてそれを知ってる上で一緒に生きようというエマとレイ。遅いことなんてない。全部一緒に何とかしよう。弱くてもいいんだよ。それが本当のノーマンなら、一緒に迷って、一緒にもがいて、一緒に笑おう。今度こそと。ここで、このシーン、この三人の抱擁、来ましたね、これ。これね、本当にいろんなところで三人組の抱擁っていうのは描かれるんですけども、まずこれが描かれたのが、ノーマンが出荷をされる時に抱き合ったシーンがありまして、そして、そのノーマンと再会をした時に、この三人は抱き合うシーンがあって、そして今回、ここでまた抱き合うフルスコア組。今までの流れを知ってる方が見たらかなりね、感動するポイントではないかなと思います。これを見てね、感動した方絶対いるでしょう。私です。こっからもうノーマンの本音ですよ。ああ、行きたい。行きたい。行きたい。僕は、エマやレイと一緒に。でも、やっぱり無理なんだ。そして、僕らはもう長くは生きられない。っていう風に言うわけですよね。これは以前、ノーマンやラムダ組に起きている発作によるものかなと思うんですけども、ノーマンもちょっと前の話でですね、発作が起きて血を吐いてしまったわけですよね。おそらく実験だったりの影響でラムダ組っていうのは発作だったりとかが起きるがゆえに、そう長く生きられないってことをみんな悟ってるわけでございます。ノーマン自身もそれを知ってるがゆえに、でもやっぱり無理なんだと。でも、ノーマンの本音はですね、最後に、けて、助けて、エマ、レイ、と言ってね、ノーマンの涙で第153話は終わりました。溢れる思い突きつけられた現実とね、もう、これは、これはって感じですよ、本当に。ラストスパートが本当に近づいてきてるようなね、感じは、ひしひとしています、私。そしてですね、今回を見た感じだと、このノーマンの弱みというか、本心っていうのが出たことによって、ラムダ組っていうのは、ちょっとね、ギャグが終わったんですけども、特にはね、突っ込んでこなくて、今までも、ボスはボスだよなって言ってたこともあったように、以前にラムダ組には聞かれていたノーマン。そのノーマンがですね、今回こういう風に本心を見せたことによる、ラムダ組は果たしてどう感じてるの
のかっていうのがポイントですよね。ここでこの後気になってくるのはやっぱりムジカとソンジュがどのような行動に出るのか、そしてエマの約束、ご褒美の内容ですよね。エマは約束を結んでここに来てるわけで、ご褒美を求められたことも経てこの場所に来ているので、一緒に生きようノーマンって言ってることから、人にね一緒に生きようとも言っといて、当の本人、自分はあの方との約束で人間の世界に行かないとかなってたとしたら、このセリフは逆に怖いですよね、もしそうだったとしたら。でもそのまっすぐなエマが一緒に生きようって言えてることから、鬼の世界に残るだとかエマだけが行けないっていう選択肢はご褒美の中には含まれてなかったのかなとも逆にね考えられるかもしれないですよね。そこがねどうなのかっていうのがね疑問というか気になりますよね。16巻もね解禁になって、あのご褒美のところもうあの単行本派の方もたどり着いたので、いろんな考察はされてると思うんですが、そこが今後の注目ポイントですかね。でもここでラストスパートって言ってたら、まだ伏線回収されてない部分とか、フィルもそうですし、レイウィス、アンドリューとかもケース展開が起きてたら再登場の可能性もありと言われてますから、いろんな伏線を回収しないまま、もしかしたら終わるなんてこともあるのかなと思いつつ、どこまで果たして描いてくれるのかっていうのもね、今後は注目するポイントなのかなと個人的には思っております。というわけで皆様も今回の153話読んでどう感じましたでしょうか。ここはね皆様の意見も聞きたいなと思いますので、ぜひ下のコメント欄にコメントよろしくお願いいたします。というわけで、今回の動画いかがでしたでしょうか。僕のチャンネルでは背景を見てもわかるように約束のネバーランド関係の動画のみを上げております。なので約束のネバーランドが大好きな皆様はぜひ他の動画も見てください。というわけで、約束のネバーランドが大好きな皆様は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。役ネバ最高。では、見てくれたみんなありがとう、チャンネル登録してね、 Twitter と Instagram もやってるよ、フォローしてね、また見に来てね。